皆さん、今ココちゃんとですね、川に遊びに来たんですけども、なんかカッパの子供を発見したんですよ。めちゃめちゃちっちゃくて可愛いんですけども、これどう見てもカッパなんですよね、ココちゃん。そうだね、あれ捕まえていいのかな。でも捕まえたら大人のカッパさんが怒っちゃうのかな。どうしよう、ちょっと映したいと思います。どうもシュンズ TV です。ココちゃんと一緒に川で遊んでたら、まさかの本物のカッパを見つけましたよ。しかも子供でございますよね、ココちゃん。ココちゃん、よし、僕が捕まえるぞ。ダメ、本当だ、本当だ、危ない。ちょっと今カッパに近づいたんですけども、ちょっと映したいと思います。ココちゃん、危険かもしれないから近づかないでね。ちょっとさ、カッパ発見したいんだもんさ。ダメ、ちょっとカッパさんも怯えてるからさ。ちょっとココちゃん、ちょっとやめて、カッパ捕まえんだってば。うわあ、怒りすぎ。ココちゃん、怒んないで、そんなにね、わかった、こっち来て、こっち。やだよ、もう僕がカッパ捕まえようとしたのに。すぐそこの茂みのところにいるんですよ、ちっちゃいカッパが。いらない、ふざけんじゃねえよ。あ、ココちゃん怒りすぎ。なんでそんな怒るの。僕が捕まえて大発見だってやりたいの。分かったけど、ココちゃんちょっと心配なの。いらない。ココちゃんがめっちゃ怒っちゃいましたけど、じゃあココちゃんもうカッパ捕まえなくていいの。やだよ、やだ、僕がこの手で捕まえるんだ。いやー、どうしよう、カッパの子供を見つけたんですけども、これ捕まえちゃってと、大丈夫。やばい、ちょっと思いっきり草むらから出てきましたよ。ちょっと映したいと思います。よろしくお願いします。出てきた、ココちゃん、カッパの子供だよ、すぐそこ見えるよね。ちょっと網持ってきて。網じゃないよ、ココちゃん、ほらそこ。あ、引っかかれても困るからさ、ココちゃん。あ、どうしよう、どうやって捕まえたらいいんだろう。どこかに何か落ちてないかな。あ、ちょっとどこに。先生、こっち見て、こっち、大変だよ。え、わ、ちょっと待って、これってピエン。そうだよ、カッパさんが急にこれになったんだ。びっくりしちゃったよ、なんなのこの子一体。あ、ちょっと待って、ココちゃん、これやばい、ピエンでございますよ。ちょっと、この子はちょっとシュンズ TV を攻撃してくるピエンでございます。ココちゃん、逃げよう、ね、逃げよう。やだよ、やだ、だって僕カッパ捕まえんの。カッパ捕まえんのって、もしかしたらこれピエンの罠かもしれないよ。カッパっていうすごい生き物をわざと映像で映し出して、そして私たちをおびき寄せて川に落とそうとしたのかもしれませんよ。あー、どうしよう、ココちゃんすぐに逃げようね。シュンさん、あれ見て、あれ、あれ、ちょっと待って、ピエンは、なんだよ、いなくなっちゃったよ。今拾おうとしたらさ、ええマジかよ、くっそ、ピエンはきっと私たちをはめようとしてるんですよ、ココちゃん。ちょっとさ、カッパさん、出てきて、カッパさん。あ、ココちゃん、落ち着いて、ピエンに騙されちゃいけないんだよ。私たちはピエンの呪いが日に日にかかっている最中なんですから。皆さん、まさかのカッパの正体がピエンでございましたよ。過去の動画見てくれた人わかると思うんですけども、私はピエンの呪いが日に日にかかっていきます。そしてあと2日以内にこの呪いを解かないと一生ピエンしか見えなくなってしまう。消えた、ココちゃん、ピエンいない、大丈夫、ピエンいないか、よかった。さっき私の後ろに見えましたけども、ココちゃん引き続きピエンには警戒していましょうね。あ、そうだ、このことをトイストーリールームに行ってみんなに伝えたいと思います。じゃあ本物のカッパさんはいないんだね。さて、ココちゃんを1階のリビングに連れてって、そしてトイストーリールームまで来ましたよ。おもちゃの皆さん、聞いてください。先ほどですね、私ココちゃんと川に行っていたんですよ。そしたらなんと川にですね、カッパが、ちょっと待ってくださいよ。ビッグベビーの周りにこんなにいっぱい集まってますけども。あー、シュンさん、スマイリーロックさん、ビッグベビーが寝てたら怖い夢を見たと泣いてしまったので、みんなで慰めている最中じゃよ。そうなの、かわいそうに。でも女の子のおもちゃたちが一生懸命慰めてくれていますね。一体どんな嫌な夢を見たんでしょうか。シュンスティビー、
ポリスステンチ。どうやらカッパに襲われる夢を見たそうです。でもそのカッパはなぜかピエンピエンと泣いていたそうですよ。マジかよ。私も今ココちゃんと一緒に川に遊びに行ってたんですけども、カッパを見つけたんですよ。野生のカッパを。あー、シュンさん、それって大発見じゃないの？すぐに捕まえてテレビ局に電話しようよ。あー、レックス、そうなんだけど、実はそのカッパの正体がピエンだったんですよ。皆さん本当に気をつけてくださいね。ピエンはどんなこともできるすごい能力を持っているみたいです。変身もできて、そして怖い夢を見せることもできて。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。特別にいいことを教えてやろう。ピエンの呪いはシュンズ TV だけでなく、ビッグベビーやその他のおもちゃ、ココちゃんもセレモニーさんも全員がかかるようになっているぞ。あと2日以内にこの呪いを解かなければ、お前たちは目に映るものすべてがピエンに見えてくる。そして夜寝るときはピエンの悪夢を見ることになるだろう。さあ、あと2日以内にこの呪いを解くことができるかね。どうかね。ローゾー、マジかよ。私だけがそのピエンの呪いかけられるわけじゃないんですね。ここにいるみんな、そしてココちゃんやママのセレモニーさんも、マジで止めたいですよ。ああ、そうだ、いたずら好きなダッキーバニー、何か知らない？ピエンは私に怒っているみたいなんですけども。いや、実は昨日さ、俺たちもピエンの夢を見たんだ。その時にピエンが言ってた、忘れないでほしい、忘れないでほしい、ピエンってな。ああ、俺はそれがどういう意味だかわからなかったけど、一応伝えておく。ちょっとダッキーとバニー、もしかしたらそれは怒ってる理由と関係があるかもしれません。引き続きですね、おもちゃたちみんなであと2日以内にそのピエンの呪いを解きたいと思います。怒っているのを沈めればいいだけですからね。やばいです、マジでどこにピエンが隠れているか分かりませんので、引き続き十分警戒していたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。なあピエン、頼むよ、俺たちだけ呪わないでくれ。ああ、そうだ、シュンズ TV は呪ってもいいからさ。頼む。ちょっとやめてよ、ダッキーとバニー、まったく。おいおい、俺たちは笑いが大好きなのに。ピエンはいつでもピエンって泣いてるのね。俺がなんとかピエンを笑わしてやりたいぜ。そしてこの呪いをなんとか解かないとな。キャビットとララルーに質問、どうやって質問を決めてるのですか？レックスがいつもパソコンを開いてみんなのコメントを見せてくれてるのよ。ああ、そうだな。そしてトリクシーに頼んで何個か抜粋してもらって俺たちが読み上げているんだ。私たちがコメントを選ぶこともあるのよ。全部おもちゃたちでやっていることだ。キャビットとララルーに質問です。何のアニメが好きですか？私はトイストーリーとかも好きだけど、自分がウサギだからウサギが出てくるアニメとか好きよ。ああ、そうだな。ウサギが出てくる作品といえばウサギとカメが有名だな。整いました。ウサギとカメのカメとかけましてピエンと解く。その心は？どちらも呪いでしょう。キャビット面白いね、笑いが止まらないわ。キャビットです。これを見てるみんな、どうか頼む、チャンネル登録と高評価をしてほしい。そうすればみんな笑顔になるのよね。毎日笑顔で暮らそうぜ。ピエンと泣く人生はやめよう。それじゃあまた明日、キャビットです。またねー。